日本政府、韓国を無視へ、GSOMIA 破棄へ。日本テレビによりますと、韓国政府が日本との GSOMIA の破棄を決定したことに対し、官邸関係者や政府高官が次のような発言をしたことが明らかになりました。韓国はアメリカからも北朝鮮からも見放され孤立している。放っておけばいい。韓国国内でも批判の声が上がっている。韓国は失敗した。 議論が変わってくれば、文在寅政権も変わってくる。それまでは無視するとなっておりまして。現在、こういった韓国政府の異常な動きに対して、韓国国内でも批判の声が出始めており、韓国の文在寅大統領を批判するデモや集会が続発している模様です。日本政府には、こういった韓国政府の異常な動きに対して、 尋常ではない動きに対して、今後も粛々と対処していただき、韓国政府から国民を守っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。